ドン。Hey guys, my name is Osamon. Nice to meet you. 改めまして、推しがすぐ死ぬ日本人アニメリアクター、Osamonです。よろしくお願いします。毎日 YouTube にアニメリアクション動画を投稿しておりますので、もしよろしければ高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。さあ、今回見ていくのはタイガー&バーニー。There is always a next time. 言えた。必ず機会が来るです。なんだろう。D アニメストアで見てるんですけど、もうサムネにね、折り紙サイクロンが出てる。いいね、やっとだよ。はい、ということで、まず前回のおさらい第7話ですね。ルナティックの中の人かな、あれ。が分かったっぽい。多分あの人だと思うんだけどね。まあ、クレジット見るのはずるいんだけど。まあ、あいつなんだけど。まあ、でも、その、直接ね、こてつとバニーちゃんと、その、こいつが、ルナティックだっていうのは分かった。で、あと、その、ルナティックの、その、中の人っていうか、人間のね、姿の時に、こいつがルナティックだっていうのは分かってないけど、あってはいるっていう、状態かな。面白いから、早く、見たいんで、もう早速見ていきたいと思います。もしこの動画が良かったら高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。そしてツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローもお待ちしております。よろしくお願いします。ちょっとね、ご飯食べながら見ます。折り紙サイクロンが出てくるよ。どういう風に出てくるんだろう。がっつり映ってんじゃん。見切れじゃないよ。ちゃんと仕事っていうか、ヒーローとしての活動をやっと見れる。楽しみだよ。どうなるんだろうな。はい、それでは、Dアニメストアで再生していきます。3、2、1、スタート。サンライズ。あ、ほら、やっぱ。なんか、デスノートのキラみたいなことになってない？大丈夫かな？あんまり良くないよ。ヒーローって必要？って鶏もも肉とキャベツのなんちゃら。流れが完全にデスノートやん。キラ進行。デスノートは、キラの進行があって、警察って本当にいんのかっていうところになってきたじゃん。っていう流れとほぼほぼ同じじゃない。だって、今ヒーローって必要って出てきた時に、じゃあルナティックの方がいた方がいいよねってなって、ヒーローたちいらないじゃんってなって、ヒーローより強いんでしょ？そしたらもうルナティックだけでよくない？って、よろしくない流れにはなるよ。いただきます。うま。折り紙サイクロンが出るよ。日本っぽさがさ、あるのが、こてつと折り紙サイクロンしかいないんだよな。こてつの場合は、ヒーローになる前、人間の時がなんか、日本人って感じするけど、折り紙サイクロンって、変身後だよね。ヒーローの姿だ。本編開始。ああ、各代表か。え、なんでここいんの？いや、お前やん。お前やん。
おお、こういう活動面白いんだ。Let's Believe Heroes ヒーローアカデミー。折り紙サイクロンがちゃんといる。かっこいい立ち方。ああ帰りたいって。声がかわいい。こんな感じなんだ。誰？砂。帰りたいしか言わんや。かっこいい。あ、そうだったんだ。分かってんだ。再会か。なんで？えらいネガティブやな。長さんじゃない？これ多分。長さんじゃないかな。ここ出身なんだ。もっと。まあでも仕事はちゃんとやるよね。全員違うやんけ。あん。ああ。皮膚を伸ばせるか。汗。脱水にならんか。なんかアリス SOS じゃねえや、なんだっけ。NHK にこういうやつあったな。学園アリスだ。もしかし、ヒロアカとかもこんな感じなんかな。能力的には、学園アリスの方が近いな。うん！こいつや！さっきの。
お前悪人になってんじゃねえかよ、なんか。なんかを。え？コピー？見た目だけ。絶対に使う場面があるんだって。絶対役に立つ。そうそう。そう、なんかちょっと辛いんだけど。早いんだよ、だからもうアイキャッチ B パート。アイキャッチはなんかちょっと違うな。やっぱ長さんの声だよな。へえ。うん、ねえ、分かったんや。あ、後ろにおる。おお。うわっ。うわっ。え。うわー、マジか。暴発っていうことでいいかな。うわー、マジか。うー、やべ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 。おい、やばいって。
やべ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 。すげえ、ちゃんと折り紙先輩って呼んでる。かっこいい。そうだよ、これ以上悪いことさせちゃダメよ。自分で言うかよ。そんなことがないでしょ。あ！あら！ルナティック。おい、やばい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 。ああ、怖すぎ。そう。すげえ、ようやった。ようやった。おう、うわ、おう、おお、間に合った。かっこよかったよ。
ウロボロス関係ねえんだ。タナトスの声。うわっ！あ、いや、でも、いやー、肩。クロスカウンター。ちょっと見える、ちょっと見える、ちょっと見える、ちょっと見える。かっこいい。見える見える。うわー、おい。マジで関係ないんかな。そしたらウロボロスって何なんだろうな。レッツビリーブ。よかった。活躍するんだって折り紙。よかった。ほら、やっぱ長さんじゃん。エドワード・ハタノだったんや。遊佐浩二のユーリなんちゃらって、あいつのことよね。ルナティックだよね。ああ、折り紙も役に立ったじゃん、あの能力がさ。よかったやん。救うことができたやん。役に立たないとか言ってたけど、役に立ったじゃないか。でもなんかちょっとあれは謎いな。ルナティックの行動がよくわからんな。犯罪者だから殺すっていうのはいいとして、いや、まあよくはねえんだけど、うん。ほら、ほら見ろ、やっぱりそうじゃないか。やばいな、中の人まで割れてんだな、やっぱ。
れは情報捨てたやん。信じよう。笑った。間接照明にこだわる方。うん。次回ドラゴンキッドやん。やった。気になってるヒーローが2回連続で。やったね。いや、やっと折り紙の活字役が見れて。コピーなんだ。コピーでいいのかな。まあ一応コピーっていう表現にしておこう。でもなんか確かにそう言われるとまだ折り紙がなんかやってるのって見てないよな。でもね、自分で言ったからね、これからは見切れだけでないでござるって言ったから大丈夫だよ。折り紙サイクルもやってくれるんだよ。かっこよかったじゃねえかよ。よかった、面白かったっす。いやー、よかった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 、本当によかった。まあ次回はドラゴンキッドなんでね、もうこのまま連続で見ていこうかなと思いますんで、まあ投稿するのはね、多分次の日になっておりますけれども、まあ、次回もよろしくお願いします。もしこの動画が良かったら高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。そしてツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローお待ちしております。概要欄の方にもリンク貼っておりますので、そちらのチェックもぜひ。ということで、タイガー&バニー第8話、必ず機会が来る。コピー能力を使う場面ということだったんでね。でした。ありがとうございました。